なんか今日最近よく泊まるね。夏前にちょっと変えよう、本気で。今年はちょっとなんかおすすめのサービス教えて。マジでもういよいよ変えるわ。なんかいい回線教えてくんない？じゃあ俺なんかさ、こんなゴミ回線にさ月8000円ぐらい払ってんのマジでバカらしいんだけど。俺多分ソフトバンク光みたいなやつ、なんかすげえ騙されたっていうか、なんか洗濯機買いに行った時に、あ、安いよ安いよ、うちのソフトバンクの回線が安いよ安いよみたいな感じで、お、じゃあそれにしてくださいっつって、それにした。それのせいなの？なんで教えてくんないのねえ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、ソフトバンクが安いよ安いよみたいな感じで、多分俺ヤフーソフトバンクっていうか、ちょっと電話かけてみるわ。緊張してきた。お電話ありがとうございます。ソネットです。ソネットって何？え、ヌーロじゃねえの？え、待って、意味が。え、何？ヌーロじゃねえの？ソネットへ新規ご入会、ヌーロサービスのご利用を検討されている方は1を。はい。あ、来た。楽しみだな。ご電話ありがとうございます。ソネット入会相談ガイドさんと前川でございます。あ、すいません。もしもし。はい。あの、ちょっとお聞きしたいんですけど。はい。僕ですね、ヌーロに契約したくて、はい、ご連絡させてもらったんですけど。あ、申し込み、はい、されたいということですね。はい。何かのご不明点とか何かあったということでしょうか？すいません、あの、何から何まで全部わかんないんですけど、ちょっと、どうすればいいんですかね？はい。あ、それは、一応、電話からの申し込みなどが可能となってまして、あ、電話で。よろしければ、はい。はい、もう今、します。はい。はい。かしこまりました。では、あの、まずは、申し込みといたしましては、はい。インターネット、まあ、ニューロ光回線が申し込みいただける住所であるか確認させていただきたいので、はい。ご利用場所、こちらは一戸建てと集合住宅、どちらになりますか？集合住宅ですね。はい、建物は何階建てのお建物となりますか？4階だと思います。4階建ての建物。はい。はい。はい、では、ご利用場所のご住所を頂戴してよろしいですか？東京都、東京都、はい、新宿区、はい、西新宿、西新宿、はい、4-24-18、レジディア西新宿ですね、2、レジディア西新宿ですね、はい、かしこまりました。ただいまですね、状況を確認させていただきますので、お電話切らずこのままお待ちください。はい。おい、めっちゃくちゃ、あれだぞ、ヌーロ、早い、回線だけじゃなくて対応も早い。おい、俺緊張してきた。俺ヌーロ契約したんだけど大丈夫や。お前らもう後に引けねえぞ、俺ヌーロ契約するぞ。改善だけじゃなくて対応もバリバリに早い。お待たせしました、申し訳ございません。はい。はい。では、あの、お申し込み自体は可能ないです。あ、そうなんですね、はい。あと、一個お伺いしていいですか？はい。僕、あの、今、現時点でネット回線引いてるんですよ。はい。それ辺との兼ね合いとかは大丈夫なんですかね？はい。今、現在の回線がどういった回線、使っていただらっしゃるかでも、若干は変わってまいりますが、はい、ちなみに、光の回線などを使ってらっしゃいますか？光使ってますね。NTT の光回線を使うサービス。あ、ちょっとあの、確認するんで待ってもらっていいですか？はい、かしこまりました。あれ、うちって何だったっけ、みんな。何だっけ？ NTT だよね。NTT ですね、はい。あ、NTT、他社のプロバイダーさんの。そうですね、はい。はい。ちなみに、プロバイダーさんはどちらさんの？プロバイダー、ちょっと僕、プロバイダーが分かんないんですけど。はい。はい。まあ、のそれであれば、はい、施設が別になりますので、はい。特に影響はございません。あ、本当ですか？はい、よかったです。このキャンペーンなんですけども、はい。まだの料金、通常の料金からご案内させていただきますと、はい。ニューロ光自体の料金というのは、はい。月額料金が税抜きで4,743円。はい。こちらが2年ごとの自動更新という契約です。はい。更新付き以外でやめた場合には契約開始料金として税抜き9,500円、はい、発生いたします。はい、はい、あと初期に登録料というのが通常3,000円発生いたします。はい、はい、工事費用としては40,000円の工事費用が通常発生いたします。はい、ただこちらは30回の分割支払いで、はい、毎月2,333円、はい、
加算される形になりますが、はい、今回この窓口でご用意させていただいているキャンペーン、すべてのキャンペーンで適用されるものとして、はい、実質無料というキャンペーンがあります。ありがとうございます。はい、はい、こちらは月額料金の4743円から、はい、工事費用分である1334円を工事費用が発生する期間、割引させていただくことで、はい、実質工事費用が無料となります。はい、で、辞めるときに30ヶ月未満だった場合には、はい、工事費用の支払いいただいていない部分を一括で請求させていただくということがございます。あ、なるほど、はい、わかりました。はい、ご了承ください。今ご用意させていただいているキャンペーンは、はい、まあ、一応5つぐらいあるんですけども、はい、1つ目としては、これはお試しのキャンペーン。お試しキャンペーン、はい。はい、これは3ヶ月の、お試しでして、はい、この期間、お試し期間の金額が工事費用など全部含めて、はい、500円、はい、3ヶ月間だけ500円で、はい、その期間内で辞めていただく場合には先ほどご案内した契約解除料金や工事費用が発生しないという。あ、そう、お試しキャンペーンになります。とりあえず使ってみてくださいよみたいなことなんですか。そうですね、はい、あとは今ゲーム機で、キャンペーンやってまして、ソニーとですね、共同のキャンペーンになります。はい、プレイステーション4本体分のですね、ソニーストアのお買い物クーポンと、はい、5000円分のプレイステーション4などで使える、クーポン、はい、まあ、ゲームのダウンロードなどに使えるクーポンを、はい、お渡しするというキャンペーンか、はい、またプレイステーション VR 本体の引き換えクーポン、はい、といったキャンペーンですね。はい、まあ、これがソニーストアと行っているキャンペーン、はい、最後がですね、窓口限定キャンペーンになりまして、はい、キャッシュバックを行わせていただくというキャンペーン、はい、これは3万円の現金キャッシュバック、はい、回線開通してから4ヶ月後にキャッシュバックを行いますよというキャンペーン、はい、まあ、なので、まあ、ワンコイン体験か1年間の割引か、はい、まあ、ソニーのキャンペーンか、なるほど、3万円の現金キャッシュバックかという形で選んでいただけます。はい、はい、まあ、こういったキャンペーンの中からどれか一つを選びいただいて、この窓口からは申し込みいただくことができます。なるほど。これ基本的にその数年継続しようという意思がある僕なんですけど、それに関してはお兄さん的にはどれがいいですよっていうのは、はい、あるんですか。ぶっちゃけ これがいいんじゃない。ゲーム機に興味がないのであれば、あ、でも興味なくはないんですよね。なくはないですけど、別にそれを度外視した形だと、もうネットをするっていうことに重きを置いた場合はお兄さん的には どれをすればいい。持ってるんですよね僕。はい、それも全部持ってらっしゃる。持ってますね。そうなると、3万円の現金キャッシュバックか月額割引どちらかという形。それはもう本当好みで決めていいんですか。あ、好みですね。本当に月々の料金につきまして1年間安い方がいいのか、それとも一時的に3万円の現金で、一応金額的には、あ、じゃあ月額割引かな僕は。あ、そうですか。はい、かしこまりました。それであれば月額割引キャンペーンでの申し込みをこの窓口から、はい、申し込み手続き可能です、ね、お願いします。はい、よろしくお願いします。あともう一点ですね、工事が2回必要という話させていただいたんですが、はい、その時の1回目の工事の時に、はい、平日であれば、平日の工事でない場合ですね、はい、土日祝日工事希望された場合は追加で3000円発生いたします。あ、僕平日でも全然大丈夫です。基本的に家にいるんで、はい、はい、はい、あとはお支払いはクレジットカードか口座になります。あ、口座で、じゃあ、はい、口座引き落としの場合には申し訳ございません。お支払い手数料が毎月200円発生します。大丈夫です。はい、心変わりでキャンセルするという場合も、2回の工事完了するまではキャンセル扱いで解約可能ですので。わかりました、はい、もう大丈夫です。心決めてるんで、ヌーロに、はい、ありがとうございます。はい、あ、わかりました。あ、1個聞いていいですか、はい、ちょっと伺いたいんですけど、僕インターネットのつなぎ方とかもちょっと正直わかんないんですけど、それつないだ段でいただいた段階で、そのネットのつなぐのとかは別にサービスの範疇外ですよね、さすがに。それはそうですね。ただキャンペーンちょっと一つお伝え忘れてたんですけど、はい、機器一台分に関しては、はい、工事の業者とは別の業者になるんですが、はい、出張サポートでお呼びいただくことができます。あ、そうなんですね。はい、で機器一台分のインターネットのセットアップ、または弊社メールアドレス一つできるんですけども、はい、そのメールアドレスのセットアップ、サービスとしてウイルスセキュリティなども用意してますので、はい、そちらのセットバック、ウイルスセキュリティが普通であればそれは含めなくても大丈夫なんですけど、はい、そういったセットアップ、機器1
1台分の設定を行うことが無料で、出張サポートを呼ぶことができます。あ、もうそれはじゃあ ぜひともお願いします。はい、はいはい、とここからお客様の情報を少々お伺いさせていただきます。あ、どうぞ。はい、はい、まずは、ご利用場所ご住所、あ、ちょっと先ほどお部屋番号ですね、頂戴してるんですか。はい、部屋番号はですね、50以上お部屋もある、50はあると思います。あ、50はあるんですね。はい、かしこまりました、ありがとうございます。はい、はい、あちらの賃貸のお建物でよろしいですか。賃貸ですね。はい、かしこまりました、ありがとうございます。はい、弊社からの書面の お送り先も、レジや新ちょっと固定電話は多分いらないと思うんですけど、あ、はい、固定ですね。はい、もし必要な場合後からも同じ金額で追加できますので、はい、ご安心ください。はい、はい、ではここからお客様情報も少々お伺いします。はい、どうぞ。どうのお客様のお名前をフルネームでお願いいたします。あ、私加藤純一と申します。加藤純一様ですね。はい、漢字の書き方をお願いいたします。普通の加藤、あの加えるに等に、はい、草冠の塔に、はい、純粋の順に関数字の1です。純粋の順に、関数字の1です。はい、かしこまりました。失礼ですがお客様のご生年月日お願いいたします。1985年8月17日生まれですね。1985年8月17日生まれ。はい、かしこまりました。今後の連絡先、電話番号を頂戴してよろしいですか。はい、ショートメールサービスなどを受け取れる携帯電話になりますか。あ、受け取れますね。はい、かしこまりました、はい、ありがとうございます。では私の方でデータ入力をさせていただきました。はい、私の方でデータ入力を間違いをしていると問題があるので、あ、はい、一旦内容を復唱させていただきます。よろしく。はい、はい、まずは書面をお送りします。はい、こちら入会証という書面を郵送でお送りします。はい、こちらに ID やパスワード、メールアドレス、はじめにお読みくださいというマニュアルや適用されるキャンペーンなどの記載をさせていただく書面をポストに投函させていただきます。はい、だいたい3日から1週間ほどで届きますので。わかりました。必要事項を書いて、一応こちらの方をお読みいただくようにお願いいたします。わかりました。それに対する返信等々は別にないんですよね。一応ですね、支払い方法の登録だけ必要となりまして。わかりました。はい、この書面と一緒に入っております。はい、わかりました。返送用の封筒も入っていますので、はい、必要事項を書いていただいてそこはご返送お願いいたします。わかりました。ちょっと一個また伺っていいですか。はい、僕はちょっと8月に大幅にちょっとネット回線を使う予定がありまして、それ間に合うかなって思ってちょっと心配してるんですけど、今のだとすっごい遅いんですよ、すっごい。ああ、そうですか。一応目安としては、はい、一月から一月半になりますので、はい、あ、じゃあギリギリ間に合うかなっていう感じなんですね。そうですね、できる限り工事日を早くする形でですね、はい、お客様のご予定を空けていただけるのであれば。あ、そうなんですね。はい、僕は本当にもういつでも大丈夫なんで。はい、はい、お客様から今までの話よりこれからの話で何かご不明点などありませんか。いや、もう全てバッチリです。大丈夫です。本当に丁寧に説明していただいて、はい、ありがとうございます。はい、はい、こちらこそありがとうございます。はい、本日は私前川が、あ、はい、お電話にて新規入会手続き受けたまりました。いや、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、では失礼いたします。はい、失礼します。え、ねえ、俺さ、おい、大丈夫だったな。でも大丈夫だよな。俺もうヌーロ契約しちゃったんだけど。いや、すげえ。俺絶対配信外だったら電波悪いし電源切ってたわ。あ、すいません、ちょっと電波悪いんでまたかけ直しますって。わけわかんない。あんなのみんなできねえだろうな。できなくねえか。
できなくない？普通に考えて。でもあの前川、近鉄の前川さ、サウスポーの前川めちゃめちゃ丁寧に、ああいう風にみんなもコメントしてくれたら俺もわかるのに。お前らの能力不足だぞ。前川みてえにコメント打ってくれたら俺だってさ、なるほどなってわかるんだよ。こんだけ丁寧に。短文でなんかヌーロにしろ。下りがあだこうだ、みたいな。めちゃめちゃいいやつだったじゃん、あの人。よかった、電話でして。ネットじゃこんなこと絶対できねえから。あと俺一個気になるのがさ、俺ってショートメールやってんのかな？やってるよね。一般的にはショートメールやってるよな。ショートメールって何？アプリっていうか、その、何？やってるよな。ショートメール。どこのやつ？ちょっと待って、見さして。俺わかんねえんだ。俺ネタとかじゃなくてガチです。ネット系のあれマジでわかんねえんだよ。便利ツールか。便利ツールのメッセージだよな。メッセージで合ってるよな。緑色の吹き出し、白い吹き出し。だよね。32もらってなんでわかんねえんだよ。いや、わかるのが、だってさ、自分からその情報を仕入れようとしない限り、この情報ってわかんなくない？俺だって、新宿引っ越してきた時に、ネット、回線繋がってるのに、その設定ができなくて2週間配信できなかったんだぞ、俺。なあ。わかるか、この苦しみ。俺4年前にインターネットの接続に手間取って2週間配信できなかったんだぞ。わかんなくて。嘘じゃねえからな。その時期の配信のあれ見てみてくれ。